どうもー、はい、どうもー、どうもトップガンです、お願いします。お願いします、やっていきましょう、やっていきましょうね。裾上げしすぎました。長ズボンだったお前、もともと半ズボンだったんじゃないのそれ。言うてますけども、はい、やっていきましょうね。あの僕ね、はいはい、あの海鮮料理屋さん の、うん、あの活気がある感じがめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、いいね、確かに。だからさ、ちょっとさ、ここで2人で再現してみようよ。あ、じゃあ俺お客さんやるわ。お願いします、ガラ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 。はい、いらっしゃい。いいね、うん、今日はね、生きのいいのが入ってるよ。あ、おすすめ言ってくれるのね、これ。まず鈴木、はいはいはい、稲田、おう、そして新井、え、この3人でやってます。シフト状況ね、よろしくお願いします。店員の生きの良さどうでもいいんだ、声かけてね。生きのいい魚に言ってね。ああ、いらっしゃいませ。一人なんですけど。はい、こちらどうぞ。どうもどうも。あの、このお店って名前なんて言うんですか。あ、うちはね、うん、魚っていう漢字を4つ書いて、うん、ラブマシーンです。ウォン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 ってこと。いらっしゃいませ。やかましいわお前。えい、オーナーつんくこの店で、ね、今お部屋つきますね。何この店で、ね、お魚天国ね。はい、どうぞ。そそぎはお魚天国になってなかった。そちらはいいですね。どういう技術なんすか。あと、こちらがですね、ああ、はいはい、アジの開きです。お、何見せてんだお前な。えい、ちょ、メニュー見せられてるかと思ったから。あ、メニューね。なんでアジの開き見した今。こちらメニューですね。あ、まあ、ちなみにおすすめって何ですか。あ、それでしたらね、うん、あちらのいけすから好きな魚選んでいただければ、うん、そちらを船盛りにするというメニューがございますが。ああ、じゃあもうそれにしようかな。かしこまりました。では、ゴーグルとウェットスーツです。俺潜るの。はい、イケス素潜り。まあ、そうっすね。なんで一回ビチョビチョになんだ飯食う前に。で、取ったんだよーって言ってもらってね。取った、どうなのお前な。取ったんだよーって。かっこいい、それは。知らないの、そんなの。どうですか。やらない。やらない。やるわけないですよ、めんどくさいこと。あ、そうですか。他おすすめ、他。それでしたら海鮮親子丼なんか人気ですよ。あの、サーモンとイクラのね。いや、タラとサザエです。サザエさん親子ね。違う、こういうの魚と魚卵で親子丼だろ。いや、うちはあの国民的アニメ親子丼って聞いたことないわ、そんなの。はい。まあ、でも今ちょっと気になるからさ。あ、それにします。それでいいわ。さすがお客様。はいはい。鼻が低い。目が高いだわ、お前。鼻が低いは悪口だろ、ただの。海鮮親子丼が入るぜ。おお。なんでタートルトークなん。なんでオーダーの仕方、カメの挨拶今の。はい、こちらではですね、マグロの解体ショーが始まりますよ。解体ショーとかもやってんのね。師匠、お願いします。師匠、シャキーン、スパ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 ス、シャキーン。そんな早く切るもんだっけ。マグロの解体ショーってね。バサ、いやー、マグロは。あー、マグロ解体したじゃないの今の。間違えてズボン切っちゃった。何ですかこのくだらない商法は。何見せられてた今。はい、かけていくんでストップって言ってくださいね。いくらのかけ放題な。いきます。はい、ごゆっくりどうぞ。本当にいいのか。はい。あれこぼれ落ちてなんぼの飯だろお前。1回でした。血迷った、あのお客さん。取ったんだよーって。いけす素潜りしてるやついた。取ったんだよー。あれ注文するやついた、マジで。まずわかめ、うん、昆布、うん、のりひじき。おい、魚取れや。いっぱい取ったよ。海藻ばっかりじゃなくて魚を。船盛りにするぜ。それ船盛りにしても魚乗せ忘れたみたいになるわお前。魚取り戻れ水の中。いただきます。いただきます。じゃないのよお前。え、何してんのずっと。まあこんな感じですよね。全然できてないわ。もういいよ。ありました。